時は江戸。侍が確かに存在していた頃、変遷し喪失し、そしてまた決して変わらずあるもの。今時勢に揺さぶられるこの町天原に流れ着いた侍が一人。
どこ見て歩いてやがる、このガキ。ぶつかってきて、挨拶もなしとは。舐めてやがる。痛えよ、死んじまうよ。大変だ。兄貴の足が折れちまってる。おう、この落とし前どうつけんだ、このガキ。なんだてめえ、謝り方を知らねえのか。なんだてめえは、このガキに何か用でもあるのかよ。俺たちを、青とむりだと知って、言ってやがるのか。恩義だか何義だか知らねえが、こっちは大事な足を折られちまったんだ。きっちり落とし前はつけてもらうぜ。それとも、お前が詫びを入れてくれるのかよ。それが、こいつ逃げるぞ。今日のところはこれで勘弁してやら。おーい、待ってくれよ。てんだい、帰りが遅いってみんな心配してるよ。あのお侍さんがどうしたって。おっと、あんたまた野良猫に昼ご飯のおにぎりをやったんだね。しょうがない子だね。違う、それじゃあ野良猫ならぬ野良侍ってわけかい。気をつけなよ、犬でも猫でも野良ってのは餌をやるといつくんだ。まさかその野良侍を連れて帰るつもりかい。あんた刀を振り回すような輩は嫌いだったじゃないか。あんた随分と気に入られてるね。どういういきさつがあったのかは知らないけど、この子が心を開いてるなら悪い人間じゃなさそうだ。この子はこの先の雨風っていう遊郭で下働きをしてるのさ。そこにあんたを連れて行きたいらしいね。もし気が向いたら顔を出してやってくれよ。それじゃ私は玄庵様の使いがあるんで、これで失礼するよ。そうそう、野良侍さん、あんたが天原に居つくんならまた会うこともあるだろう。私の名前は千代、覚えておいてくれ。それとこの子は名前がないんだ。いや、わからないって言った方がいいのかな。私たちは天風の七しっこって呼んでいる。じゃ、ごめんなさいよ。なるほど。
どうした？お前、なるほど、お前か。倒れていたこの子に握り飯を与え、ヤクザに絡まれているところをこの子に助けられたっていう侍は。世の中変わった侍がいるもんだと思ったが、まあ普通はそうだろうな。まあ勘弁してくれ。この絵だけじゃ詳しいことはわからん。ああ、だからこういう風にやり取りするしかない。それはともかく、この子を助けてくれてすまなかった。俺はこの遊郭のよろずごとを取り仕切っているダンパチってもの、礼を言わせてもらうぞ。ところでお前、何をしに天原に来たんだ？見たところ当てがある風でもないが。なんだ、この男をここに住まわせろとでも言うのか？いやね、犬猫とはわけが違う。ダンパチ、もう戻ってきたのですか、あの子？ああ、今しがたな。ずいぶんと大きな野良侍のおまけつきだがね。お使いはもう終わったのですか？だったら早くお行きなさい。玄庵先生のところでお薬をもらってくる約束だったでしょう。何をグズグズしているの、あなたは。舞風、ちょっと待ってやったらどうだ。この子はまた昼飯をやっちまったみたいで腹を空かせてるらしくてよ。何を言っているのです。お使いはこの子の仕事、ここには役立たずを置いておく余裕なんてないのですから。さあ行ってきなさい。あなたもただでここに置いてもらおうなんて考えてるなら虫が良すぎる話ですよ。まあ舞風の言うことは道理だ。だがお前はあの子を助けてくれたんだ。だから特別に部屋を用意してやる。もちろんこれからも用心棒代わりとして働いてもらうぞ。働かざる者食うべからず。これはここ天風の掟だからな。俺、案内してやるからついてきな、用心棒の先生。ここが先生の部屋だ。今後も自由に使ってくれ。一応掃除しておくから、その間ここいらをぶらっと散歩でもしてきたらどうだ。ああ、そうそう。ついでにあの子の様子を見てきてくれると助かるんだよ。ほれ、あの子がいないとうちの舞風の支度も遅れるもんだ。行き先は町外れにある診療所だ。頼んだぜ、先生。玄庵先生。ふん、痛いのは生きている証拠だ。ありがたく思え。そんな、おや、さすが玄庵先生だ。なんだか急に横っ腹がこうすっきりと。始圧で菅の像にわだかまっていた邪気を体外に排出したのだ。あとはこの薬を朝晩に一体財布とともに飲め。うわ、ありがとうございます。それで、実は支払いの方が。構わん。体を患ったままでは満足に働くこともできんだろう。働けるようになって金に余裕ができたら持ってこい。いつもすみませんです。それじゃ、ご
めなすて。よし、次の患者。なんだお主は。ここは診療所だ。そんな長いものをぶら下げてうろうろするな。ふん、まったく侍というやつは好かん。仕事の邪魔だ。とっとと出て行け。ああ、まったく虫が好かん。特にこの天原に流れてくるような食い詰め浪人どもはな。お主たちはわしがいくら患者を治療しても刀の一振りでいとも簡単に人の命を奪っていく、とんだバカ者どもだ。先生、こちらのお侍さんはそんな人じゃありませんって。青戸組のヤクザに絡まれていた天風の七子を助けてくださった方ですよ。あの娘をか。ふん、何かの間違いか、たまたまの出来事だろう。天原に来るような浪人にそんな殊勝な心がけのやつがいるものか。大体がだ。先生、大変だ。新田のばあちゃんがひっくり返った。何？行くぞ千代。あ、先生、待ってくださいよ。悪いけど、あんたちょっと留守を頼まれてくれないかい。ありがとう。恩に切るよ。どかんか。うん、これは。何を食った。へい、痛みがなくなったら腹が減っちまって、ちょっとそのあんころ餅をここなすばかり。かゆを食え、かゆを、この大バカ者め。お主相当に慌てていたようだな。侍といってもいざとなるとだらしないものだ。だがまあ、あの男を放り出さなかったことは褒めてやろう。ああ見えてあの男、手当てが遅れれば命が危ういところであったのだぞ。お前もよくここまで連れてきてくれた。だがお前が状況と症状を詳しく伝えることができれば、そっちの侍でも手当てができたかもしれん。言ってもせんないことではあるがな。だがこの娘はよくやっている。天風の遊女たちは字も読めぬ、話もできぬで、客や自分たちの秘密を明かす心配がないと安心し、この子に文などを運ばせているのだ。そうやって自分の名前さえ人に教えられぬという境遇が、かえってたつきの道につながっている。うん、それはわしだとて、この娘の境遇が完全に満足できるものだとは思っておらん。だが
わしには生き死にの狭間でさまよっている患者が大勢いるのだ。病人でないものを世話する余裕などない。それともお主に何か妙案があるというのか。文字だと？お主がそれを教えるというのか。なるほど、確かにその手はあるな。だがわざわざこのような娘に手間暇かけようとは、変わった男だな、お主は。お前聞いていただろう、この男に文字を教わってみるか。この娘のことは雨風のダンパチに相談してみるがいい。あの男が全てを仕切っている。お主が推挙ではなく本気でこの娘と関わる気があるのならな。帰ったか。あの子はちゃんと戻ってきた。手間かけさせちまったな。こいつは謝礼だ。少ないが取っといて。それはそうと、あの子なんだかやけに嬉しそうだったな。まあいつもの調子で詳しいことはわからなかったんだが、先生何か知っているかい。先生があの子に文字を。なるほど、それはいい。俺は賛成だが、あの子は舞風が使ってるんだ。一応舞風に話を通した。私はこの方と大事なお話がありますから、あなたはダンパチのところにお行きなさい。ダンパチから話は聞きました。あなた、あの子に文字を教えたいのですって。そんな暇があると思いまして、私の身の回りの世話からこのうちの雑用一切をすることで、ようやくここに置いてもらっている子ですよ。それにあの子が読み書きできないからこそもらえる仕事もあるのですよ。流れ者のあなたに何がわかるというのです。いいですわ、そこまでおっしゃるのならこうしましょう。あなた、私をお買いなさい。その時間をこの子に文字を教えるために使うのはあなたのご勝手ですわ。ただし花代はきちんといただきますわよ。そうですね、花代は千香一本千文。それが払えないなら余計な口を挟まないでくださいませ。変に期待させるのはあの子にとって酷ですわ。よろしいですね。私これからお勤めがありますので、どうぞお引き取りを。
ごめんなさいよ。おや、お侍の旦那、大丈夫で、ね、へへ、すいやせんね。足は草風呂っていう、ご覧の通りの薬売りでして。ところで旦那、ここにご用ですか？ああ、いや、鬼と聞こえた天原の奉行所に、旦那のような優しげな方がどのようなご用なのかなと。好奇心、猫を殺すというぞ。薬屋。貴様、昨日もこの辺りをうろうろしていたな。こんなところに薬の用などあるわけがなかろう。怪しい奴め、犬に違いない。めっそうもない、足はただの薬売りで。問答無用、ここで成敗してくれる。お助けを。貴様も仲間か、ならば共に成敗してくれるわ。なかなかの腕だな。だが貴様の剣はすでに見切った。この天原を守るため死んでもらう。行くぞ。ちょっとお待ちなさいって。これは中村さん。郷四郎ちゃんにも困ったものね。仕事熱心なのはいいけど、やりすぎは良くないわよ。お言葉ですが、私は幕府の犬を。そんな人どこにいるの。この人のこと言ってるのね、郷四郎ちゃん。幕府の密偵が真っ昼間から同心と切り合いすると思う？ですが。確かにお役目は大事だけど、誰にでも突っかかっていいというものではないでしょう。わかりました。その浪人については中村さんが責任を持つということで放免しましょう。お主、この町で面倒など起こすなよ。ごめんなさいね。郷四郎ちゃんもいい同心なんだけど、お奉行に精神しきっちゃってガチガチなのがたまに傷なのよ。でもあの郷四郎ちゃんと互角に戦うなんて、あなた強いの。あたしすっごく気に入ったわ。あたし中村宗助っていうの。郷四郎ちゃんと同じ同心よ。ねえ、ところであなた、奉行所のお仕事をしてみる気ない？あなたみたいに腕の立つ男が奉行所に協力してくれれば、この天原も住みやすい町になると思うんだけど、どう？その気ならお仕事紹介させてもらうわよ。もう釣れないのね。まあいいわ、私は奉行所に戻るから、いつでも声かけてちょうだい。よく来たな。うん。ああ。うん。ああ。うん。ああ。うん。うん。おう。うん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 。おのれ。よく来たな。いや。おう。ふん。どうだ。
うん。やれやれ。うん。
うん。ああ。いや、おのれ。ご苦労。ご苦労。
ご苦労。忙しくて会いたいなら夕方に来てくれ。今なら大丈夫だろう。俺についてきてくれ。ご用ですの？わかりました。どんな水郷か存じませんが、あなたとの約束は約束です。いらせられませ。お相手を務めさせていただきます。舞風でございます。どうぞごゆるりとおくつろぎくだされませ。ではご案内させていただきます。よく来たね。ひっ、うぅ、くそ、うぅ、おひっ、くそ、
よう。おう。おう。ふん。おい。おい。あ。ふん。
これはお目が高い。どうも。これはお目が高い。どうも。毎度。よ。お。何？金がないだと？ふざけてんのか、てめえ！お薬もらって、いい気持ちになってよ！それで、今さら払えませんじゃ通らねえんだよ！お、俺らを舐めんじゃ、ねえぞ！いえ、私は、その、ただ、あんな大金、あ殺されたいのか、てめえ！おい、もうその辺でやめておくんだな。奉行所の方？助かった。なんで？誰かと思ったら、安野の旦那かい。俺は、旦那には関係ないことだ。放っておいてくれ。そうもいかんだろう。往来でごたごたやってると、人目につく。まったく、お前たちには、その辺の神経がないから困るな。うるさい。うるさいだと？誰に口聞いてると思ってるんだ。なんなら奉行所行くか、あ？お奉行もさぞ念入りに相手をしてくれるだろうぜ。叩けばいくらでも誇りが出そうだからな、お前たちは。野暮な駆け引きはなしにしようぜ、旦那。これは少ないがいつものやつだ。取っておいてくれよ。よし、お前たちはもう行け。グズグズしていると厄介なことになるぞ。ああ、そうだな。あ、行くぞ。へっ、へい。あん。ああ、助かりました。ありがとうございます。ああ、そう思うんなら形にしてもらおうか。え？形だよ、形。これは気がつきませんで。では私はこれで。あ。何が言いたいんだ、お前は。おい、長いものには巻かれろという言葉を知ってるか？この天原で誰が一番偉いのかを考えてみろ。俺が一言言えば、貴様を牢屋送りにするなんて朝飯前なんだぞ。それが嫌なら貴様にも誠意を見せてもらおうか。目に見える形でな。どうやら払う気はないみたいだな。ならば奉行所にしょっぴいてやる！てめえなのか！ありゃ！ありゃ！はいや！はいや！うわ！うわ！
お、武藤め、たまには役に立つじゃないか。安野さん、ヤクザどもが騒動を起こしているという知らせがありましたが。ああ、それならこいつの仕業だ。違いますぜ。そのお方はそこの昭和同心が町人から金を絞り取ってるところを注意したんです。ああ、黙れ黙れ。今余計なことを言いやがったらどこのどいつだ。余計なこと？一体どういうことですか、安野さん。なんでもない。俺はちょっと世間話をしていただけだ。信じられませんが。信じてもらおうか。その方が利口だぞ。それではご苦労様でしたな。俺切れ、お先に失礼。ち、今日のところは見逃しておいてやる。だが次はないと思え。おう。おい。
払うものを払ってもらおうじゃねえか。こいつ字が読めんのかよ。めんどくせえ、やっちまおう。
どこでこのお忍びのことを知った？まあ良いではないか。さあ、武士も共に祭りを楽しむ。見るがいい、この天原。まことに美しき町だと思わぬか。だがそのうちには無数の悪がうごめき、自らの墓穴を掘ろうとした。ここがご褒美によって取り潰されてしまえば、美しき天原は夢と消え去る。わしは、わしの町を脅かすすべての敵と戦い、この天原を守り抜く所存だ。たとえ、どのような犠牲が出ようとも、お主もこの町が気に入ったなら、わしに力を貸してくれ。豪四郎。わしはぶらりと歩きながら奉行所へと行く。お前は祭りを楽しんで行け。いえ、お一人では危のうございます。忍び歩きじゃ、余人の知るところではない。わしにもたまさか一人でじっくりと考えたいことがある。心配。しかし、わかりました。お気をつけて。お奉行は大きなお方だ。侍が命を懸けるべき大義とは何かということを、この俺に教えてくださった。もしあの方に出会わなければ、俺はこんな時代に侍としてどう生きればよいのか、途方に暮れていただろう。だが、今は迷いはない。あの方は、俺たち侍が誇りを持って生きることができるよう作ってください。そのためなら、俺はどのような汚れ仕事でもやる覚悟だ。お主も俺と共に、お奉行のために尽くしてくれ。お主ならそう言ってくれると思っていた。では、大義のため、正義をなすため、そして侍として生き、侍として死ぬために共に戦おう。どうしたんだ？助けてくれ！なんだ、この騒ぎは。祭りに何があったと。いかん、お奉行が危ない。ぶち殺すぞ。狙うは黒羽奉行ただ一人さ。だけど邪魔をする奴は、いや誰でも構わない。この場にいる奴は皆殺しにしちまいな。いたぞ黒羽だ。奉行をお守りしろ。ヤクザどもを一人残らず返り討ちにするのだ。Yeah!
お主には助けられたな。しかしヤクザどもめ、あろうことか囚人監視の中でお奉行の命を狙うとは。それだけあやつらも追い詰められているということよ。こたびは世話になった。礼を言わせてもらう。お主もまた守るべき者のために戦っているということか。それもよかろう。だが武士とは大義のために生き、そして大義と共に死すべきもの。わしはそう信じている。診療所が燃えてるぞ。悪なす者は全て斬る。それが俺の使命だ。もしお主がお奉行に逆らうというのならば、その時は容赦はせん。泣くな、さよ。いつかこうなることは覚悟していた。だがわしは後悔などしておらんぞ。だから泣くな、さよ。お主か、見てくれ、診療所はどうなった。そうか、それでいい。それで、ソマのすべてはわしが地獄へと持っていくことにしよう。
先生、ちょっと舞風のところまで来てくれないか。サヨのこれからについてベニヤの旦那から話があるそうなんだ。先生にも無縁な話ってわけじゃないようだからな。皆さんお揃いですな。それでは単刀直入に申しましょう。こちらのサヨさんを私んとこの子供として迎え入れたいんです。サヨも旦那様のご養子にですか？はい。働き者で裏表のないこのサヨさんのことは前々から気に入ってたんですが、聞けば玄庵先生があんなことになって、皆さんその行く末を心配されているとか。私は子供もおりませんし、後継ぎのことで悩んでもおりまして、ああこれも一つのご縁やなと、こう考えた次第であります。それはさよにとっちゃ願ってもないお話だと思いますが、しかし旦那んとこのような大棚のご用紙とは、この子には少し荷が重すぎるのだ。それにこの子はご存知のように子供が。いえいえ、何の問題もお前。あっという間に読み書きを覚えるような賢い子や。商売のこともすぐに覚えてくれますや。夢のようなお話で、この子にはこれ以上の幸せはないと思いますね、えさよ。表の方だ、先生。あの七尻を出せって言ってんだよ。か、隠したりしたら、痛い目に遭うぞ。サヨ、出てはいけない。いやがった。さあ、おとなしくそいつを渡しやがれ。そんなの、誰が教えるかよ。そう、そうとも、な、ナミの姉子に喋るなって言われたんだ。ナミ、あの子が裏で手を引いてるのね。ナミはどこだ。ち、誰が教えるかよ。教えたところで安左衛門親分のお屋敷までは手が出せねえ。なるほど、安左衛門の屋敷だな。あ、兄貴、全部バレちまってる。なーに、全員やっちまえば関係ねえ。くっそ、うWe'll be right back.
けない。いらっしゃい。これはお目が高い。どうも。毎度。